イーグルス先発は2桁10勝目を狙います則本。ここ4試合勝ちがありません。その則本2回です。ワンアウトランナー1塁で炭谷のところ、これ1塁ランナーエンドランがかかっていました。秋山が帰ってきてライオンズが2回の表先制します。なおもこの後則本ツーアウトランナー3塁で1番の金子、金子の当たりはライトスタンドへ、今シーズン第2号のツーランホームラン。則本金子に一発を浴びてこの回3点を許します。ライオンズは3回の表ワンアウトランナーなしから4番の中村、ライナーでレフトスタンドに突き刺さっていきました。今シーズンの18号、中村の一発ソロホームランで4対0リードを広げます。そのライオンズ先発はレイノルス。イーグルスは3回の裏ツーアウトランナー2塁チャンスを迎えたんですけれども、岡島セカンドゴロ、得点なりません。イーグルス2番手は宮川、4回からマウンドに上がりました。6回のピッチングをご覧いただきます。メヒア三振の後、浅村に出塁許すんですけれども、秋山はセカンドライナーダブルプレイ、結果3人で終えます。追いかけるイーグルス6回の裏ツーアウトランナー3塁で銀次、センターへのタイムリー、このタイムリーで1点を返します。4対1、ライオンズ先発レイノルズはここでマウンドを降りました。7回の表、ライオンズはランナーを出して積極的に仕掛けるんですけれども、ここは三振ゲッツー、石見の素晴らしい送球がありました。8回の表3番手の西宮、ここもノーアウトランナー1塁で1塁ランナー長江スタートを切っていきましたけれども、盗塁失敗、三振ゲッツーになりました。この後フォアボールでランナーを出したんですけれども、メヒアが空振り三振、西宮が踏ん張ります。8回の裏イーグルスは2アウトランナー2塁1塁チャンスで、先ほどタイムリーの銀次だったんですけれども、レフトフライ、なかなか終盤あと1本が出ません。ライオンズが3点リードする中、9回の裏2塁1塁5人目高橋を攻めて一発が出れば同点の場面ですが、ここは松井和夫が三振でゲームセット、ライオンズが4対1イーグルスを下しています。